タイガース電力応援宣言 AM1179 FM906 MBS ベースボールパーク延長12回の表、湯浅がピンチをしのぎました。タイガースの負けはなくなりました。7対7同点。12回の裏、タイガース先頭バッター4番大山からという攻撃。大山、佐藤輝明、島田、そしてマウンド上ピッチャー変わっています。背番号60番マリーンズ横山が上がりまして投球練習を行っています。まもなく11時になります。 MBS ベースボールパーク阪神ロッテの3回戦、解説は亀山勤さん、実況金山泉で阪神甲子園球場からお送りしています。今シーズンの最長ゲームは5月21日ベイスターズ対スワローズ4時間53分というゲームがありましたが、まあ、その試合は延長12回3対3引き分けというゲームでしたが、そのゲームを超えて今シーズンの12球団最長試合となっています。今時刻は11時を過ぎました。光栄です。はい、私たちも野球大好きなんで、はい、はい、もう12時までも、もういつまでも私たち12時までまあこの展開なんでね、なりませんけれどもね、どこまでも喋り続けます。さあ、はい、勝って帰ろう。ね、さあ4番の大山、バッターボックスに入りました。ピッチャー右のスリークォーター横浜、大山が決めるのか。1球目投げました。スライダー真ん中ストライク。まあ、スリークォーターサイドハンド気味のフォームから投げていきます。マウンド上の横山です。これも初見は難しいよね。ストライク1第2球投げました。アウトコース打ちました。フォール。ストライク2、まあ、右のサイドハンド気味のフォームからスライダー、そして150キロを超えるストレート投げていきます。マウンド上の横山です。この横山は佐々木朗希と同期のピッチャー、今シーズン高校卒業4年目のピッチャーです。7対7同点、延長12回の裏、タイガース第3球大山に投げました。スライダー空振り三振。先頭バッターの大山三振、ワンアウト。今日逆転スリーランを放った大山なんですが、今のは最後スライダーですか。スライダーも抜けてるんだけどね、チェンジアップみたいになったんじゃない。だけどまあ大変よこれ、初見ではなかなか打てない。はい、ワンアウトランナーありません。バッターボックス5番の佐藤輝明、風はレフト方向に吹いています。強い浜風。1球目横山投げました。アウトコースボール。さ、佐藤輝明ですが、今日はスリーベースヒット1本放っています。けどいい入り、強いまっすぐないと考えて、はい、これ狙っていいよね、佐藤君はね、はい、さ、現在13試合ホームランはありませんが、2球目投げました。直球空振り、ワンボールワンストライクです。152キロのストレート、威力ありますね。インハイに突っ込んできてるけどちょっと甘いよね。はい、チャンスあると思いますよ。14試合ぶりのホームランが出ればもちろんサヨナラホームラン。3球目投げました。インコースボール、ツーボールワンストライクです。サイド気味だからね、角度はないから。7対7同点です。延長12回の裏、タイガースワンアウトランナーありません。ピッチャー横山、バッター佐藤輝明。4球目投げました。インコースハウスティング、バットは回っています。空振り、ツーボールツーストライクです。今の回っているのかとちょっとこう不満そうな表情を浮かべました佐藤輝明です。ワンアウトランナーありません。回っていますかね。まあだけど振ってる方は止めてるようには感じるよね。あ、はい、ツーボールツーストライク。5球目投げました。空振り三振、2者連続三振。ツーアウトランナーなしに変わります。
いやだけどやっぱり高め1本で狙って投げてきたね。はい、インハイには来てないんですけどね、真ん中あたりなんだけど、はい、まあ、徹底して佐藤輝明にキャッチャー中腰、うん、まあ、あのゾーンに投げていきました。あのね、打ち方は本当にそのバレルゾーンで打っていくボールってスイングっていうのはあの高めのまっすぐってのも一番の弱点だからね。はい、うん、バッターは6番途中出場の島田、ピッチャー横山、1球目投げました、インコースボール、まあ、この横山はベイスターズの平良投手の投球フォームを参考にしているということなんですが、まあ、非常に増田投手にもこう似ている、まあ、そんな投球フォームでもあります。そうですね、うん、まあ、ですんでこのまましっかりと成長していけば、まあ、そのあたりセットアッパークローザー非常に期待されているピッチャーです。2球目投げました、ストライク、ワンボールワンストライクです。2021年には10試合に登板したんですが、2022年は1試合の登板にとどまりました。今シーズンは今日4試合目のマウンド、バッターボックスは島田、さあ2アウトから出塁なるかどうか。3球目投げました、インコースボール、2ボール1ストライクです。7対7同点、延長12回の裏タイガース、2アウトランナーなし。4球目投げました、インコースボール、3ボール1ストライク。さあ島田出塁なるか、この後は7番の梅野、8番の木浪、2アウトランナーありません。先頭バッター大山三振、佐藤も三振ですので、タイガースは延長10回から8人連続三振ということになっていますが、この島田が出塁なるか、2アウトランナーなし。バッター6番の島田に、ピッチャーサイドハンド横山、6球目投げました、打ちました、ファウル、三塁側スタンド、フルカウントは変わりません。今日は途中出場でヒット1本放っています島田、そして走塁でも渡辺亮のショートゴロの間に見事ホームイン、素晴らしい走塁がありました。2アウトランナーありません。3ボール2ストライク、フルカウント、マウンド上横山、バッター島田、7球目投げました、インコースにしました、ピッチャーゴロ、ピッチャー弾いた、拾い上げた、一塁送球アウト、3アウト、試合終了、延長12回7対7引き分け。最後島田はピッチャーゴロ、7対7、この3連戦第3ラウンド、今日も壮絶なゲームになりました。引き分けに終わりました。いやー亀山さん、はい、すごいゲームに今日もなりました。まあ、すごいゲームになったけど、タイガースサイドからしたら、まあ、こんだけ桐敷君と、誰だ、浜地君か、はい、がダメージ受ける、失点したけど、はい、負けなかっただけでもいいんじゃない。あ、そうですか、うん、まあ、途中桐敷変えてもいいかなっていう場面も亀山さんはもう経験させるために続投させたっていうところもありましたけれども、ね、まあ、2つ取ってるしね、ええ、うん、まあ、ですので、まあ、最悪、まあ、今日は、まあ、もちろん負けっていうのは嫌ですけれども、うん、まあ、そのあたりを覚悟しながらの采配というところもあったかもわからない。そうで、まあ、桐敷君はいいけど、ええ、一番反省しなきゃいけないのは浜地君だよね。あ、はい、一番打たれちゃいけないのはホームランだから、まあ、今日は山口に逆転スリーランを許した浜地ということになりました、うん、さあでは他球場をお伝えしてまいります。横浜スタジアム DeNA 西武3回戦、こちら6対4西武勝っています。勝ち投手は松本で3勝4敗、負け投手は平で3勝2敗となっています。そして明日の予告先発です。
楽天モバイルパーク宮城、楽天阪神、楽天が則本、阪神が村上、エスコンフィールド北海道、日本ハムが上原、広島が大瀬良、福岡ペイペイドーム、ソフトバンクは有原、そして DeNA は今永、ZOZO マリンスタジアム、ロッテが美馬、ヤクルトが小川、そして明日は埼玉の大宮で行われます西武中日、西武が与座、中日は鈴木、京セラドーム大阪、オリックス巨人、オリックスが山本由伸、巨人が高橋と発表されています。亀山さん、はい、タイガースのナインはこれから準備をして、で明日仙台に移動と、そういうことになりますね。今から荷物出しですよ、1週間分の荷物出し、はい、うん、まあ、仙台そして札幌で6連戦、まあ、9連戦の今日が3試合目ということになりましたが、はい、今日も、まあ、非常に見応えのある壮絶なゲームとなりました。いい試合でしたけどね。ですよね、うん、このカード3連戦は2勝そして1引き分けということになりました。お送りしてまいりましたタイガース全力応援宣言 MBS ベースボールパーク阪神ロッテの3回戦、7対7引き分けということになりました。ホームランはタイガース大山に第7号のスリーランホームラン、ロッテ山口に第3号のスリーランホームランが飛び出しています。この試合の解説は MBS 亀山勤さんでお送りしました。亀山さん、どうもありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。タイガース情報 MBS 河内洋平アナウンサー、実況 MBS 金山泉で阪神甲子園球場からお送りしました。年齢が理由で保険を諦めていませんか？ご安心ください。満85歳まで加入できる医療保険 FWD 医療なら入院代くらいは何とかしたいという方には、入院1日につき1万円の医療保証、葬儀代で面倒をかけたくないという方には200万円が受け取れる死亡保証、いくつになってもがんは怖いという方には300万円が受け取れるがんの保証もございます。お申し込みは満85歳の方まで。満85歳までお申し込みいただける医療保険、お問い合わせは 0120-477-677 0120-477-677 FWD 生命まで。甘辛手帳6月号はみんな大好きカレーを大特集。インド、ネパール、スリランカのカレーに話題のスパイスカレー、欧風カレー、カツカレーやカレー味のあれこれも。おいしい刺激でいっぱいの甘辛手帳6月号は好評発売中です。最後の直線、多くの会社が横並び、そして外から来た MBS 企画が来た。 CM といえば MBS 企画、広告といえば MBS 企画、見事一着ゴールイン。広告会社で MBS 企画、ラジオ CM のことなら MBS 企画で検索。ポチッとエムラジポチー。大阪、京都、兵庫、和歌山の J-COM サービスエリアで MBS ラジオがテレビで聴ける。12チャンネルの J-COM テレビに合わせてリモコンの D ボタンを押し MBS ラジオを選ぶだけ。クリアなステレオ音声が簡単無料で楽しめます。詳しくは MBS ラジオのホームページをご覧ください。今夜のタイガース全力応援宣言 MBS ベースボールパークは、阪神甲子園球場の阪神対ロッテ3回戦をお送りしました。試合は延長12回の末、7対7で引き分けに終わりました。選手の皆さんもファンの皆さんもお疲れ様でした。さあ、タイガースはこれで交流戦2カードを終えまして、戦績はライオンズに1勝2敗、マリーンズに2勝1分けとなりました。そして明日からはまずは宮城に乗り込んでイーグルスとの3連戦、続いて北海道に移動してファイターズとの3連戦が予定されています。なお明日のイーグルスとの初戦、予告先発はタイガースが村上投手、イーグルスが則本投手と発表になっています。村上投手はイーグルス戦は初めての登板ですね。則本投手と投げ合うことについて村上投手は、自分は捨て身というか攻めていくしかない、挑戦者の立場なんで投げ合えることを楽しみにやっていきたいと話しているそうです。 MBS ニュースです。報道スタジオからお伝えします。こんばんは。
まず将棋の棋聖戦五番勝負第1局は今日ベトナムのダナンで行われ、先手の藤井聡太棋聖が挑戦者の佐々木大地七段に勝って4連覇に向けて白星発進です。第2局は今月23日に兵庫県洲本市で行われます。今日夕方、東京都町田市の消防署に乗用車が突っ込む事故があり、歩行者の男性1人が巻き込まれ死亡しました。今日午後4時半ごろ、東京都町田市の町田消防署の前で乗用車が歩道に乗り上げたなどと119番通報がありました。警視庁によりますと、82歳の男性が運転する乗用車が歩道に乗り上げ、60代くらいの歩行者の男性を巻き込んで消防署の建物の壁に突っ込みました。歩行者の男性は病院に搬送されましたが、その後死亡が確認されました。運転手の男性はブレーキとアクセルを踏み間違えたと話しているということで、警視庁などが事故当時の状況を調べています。外国人の収容や送還のルールを変える入管難民法改正案の採決が明日に迫る中、国会前では改正案により保護すべき難民が保護されなくなるとして反対派がデモを行いました。政府は外国人が入管施設に長期間収容されることや難民申請を乱用して強制送還を逃れることを防ぐため、今の国会で入管法の改正を目指しています。これに対し外国人を支援する団体や弁護士などは、政府の難民認定のあり方は不透明で、改正案で保護すべき人が保護されなくなるとして廃案を訴えていて、国会前では今日午後7時から反対派によるデモが行われました。改正案は明日参議院法務委員会で採決される予定で、立憲民主党などの対応が注目されています。今年の天神祭りは花火や船渡御なども含めて4年ぶりに通常開催されることが分かりました。天神祭りは日本三大祭りの一つで、7月25日の本宮の夜は、かがり火や提灯を掲げたおよそ100隻の船が大川を行き交う船渡御があり、奉納花火が打ち上げられ、今年は120万人以上の人出を見込んでいるということです。以上、ニュースをお伝えしました。お天気のお知らせ。これからの空模様をお伝えします。明日の近畿地方は、朝は日本海側などの北部では晴れるところがありますが、梅雨前線が近づくため太平洋側などの南部では昼前から、京阪神や瀬戸内海などの中部でも昼ごろから次第に雨が降る見込みです。予想気温です。大阪の明日朝の最低気温は19度くらいで今朝と同じくらい、明日日中の最高気温は25度くらいで今日より3度ほど低くなりますが、湿度が高くなるため不快に感じる場合もあるでしょう。ニュースとお天気、松川がお伝えしました。ラジオとスマホが合体、ラジスマ。突然の地震、母に電話をかけました。もしもし、お母さん大丈夫？停電の中、そのスマホでラジオを入れると、落ち着いてください、安全を確保してください、いつもの声が心強かった。ラジオ付き携帯電話ラジスマ、民放ラジオのおすすめです。いただきます。最後の一粒までちゃんと食べるのよ。最後の一粒、日本の食卓ではそんな風に言うのかもしれません。でも最初の一粒もない子が世界にはたくさんいるのです。紛争や気候変動などのために10人に1人が飢餓に陥っています。あなたの支援した一食から未来は少しずつ変わります。国連 WFP 協会、 AC ジャパンはこの活動を支援しています。ポチッとポチッとポチッと M ラジポチー。野球中継が延長となりましたので、この時間は予定していた番組を繰り下げて放送しています。引き続き MBS ラジオをお楽しみください。Growing Sonority. Sonority. Sonority.
As an up-and-coming pianist, you'll be hearing the different facets of his personality, which he resonates. This is MBS Radio. Sorita Kyohei. Sorita Kyohei. Growing Sonority.こんばんは、ピアニストの反田恭平です。月が変わって最初の放送ですが、お聞きの皆さんはどんな風にお過ごしでしょうか。例年ね、低気圧が続く6月は体調を崩しやすい時期と言われておりますが、番組を聞いてちょっとでも心と、体も、リラックスしていただけたらと思っております。さて、今夜は番組に届きました普通のお便り、普通お便りをたくさんご紹介します、それでは反田恭平グローイングソノリティ、今夜も最後までお付き合いください。この番組は岩谷産業、学校法人上昇学園、パナソニックホームズがお送りします。住まいは人が暮らしていく上で最も大切なもの。創業者松下幸之助の思いから私たちの挑戦は始まった。繰り返す災害からこの国の暮らしを守るため、安心への探求は止まらない。おかげさまで創業60周年、パナソニックホームズ。大阪工業大学での学びと好奇心を追い求める日々が私の未来を変えていく。限界を超える成長がある。オーバーザリミット。大阪工業大学。世の中が水素で動く時代、枯渇することのないクリーンエネルギーの時代、2030年水素は世界のエネルギーへ。岩谷産業は全ての力を合わせてその夢を実現していきます。水素で世界を動かせ、岩谷。Growing Sonority. Sonority. 反田恭平 Growing Sonority。反田恭平です。反田恭平グロービングソノリティをお送りしております。今夜は普通オタを紹介していきたいと思います。ラジオネーム、クロマットさん、大阪市からのお便りです。はじめまして、こんばんは。毎週楽しく番組を聞かせていただいております。私は今年、社会人デビューしたのですが、先月、初任給が出ました。何を買おうか、堅実に貯金をしようか迷っているのですが、反田さんは初めて音楽で稼いだお金でどんなものを買いましたか、参考にさせてください。初めて、まあ2つ、僕の中で言えることあって、初めてお金をもらったのが、僕は賞金だったのかな、コンクールので、5万円か3万円ぐらいだった気がするんですよ。だから中学校2年生ぐらいの時に5万円ぐらいもらった気がするんですが、やっぱり自分にとっては非常に大金だったので、貯金したと思うんですが、いや待て、これはね、コンクール参加費とかいろいろかかってたから全部親に返した気がしますね。なのでなんかお菓子ぐらいは買った記憶あるんですけど、あとなんか、まあなんか、うまく丸め込まれて楽譜を買ってあげるみたいな感じで言われましたね。で、もう一個は、こう、初任給的な感じで言うならば、高校1年生ぐらいかな、初めて人生で、高校2年か分かんないけど、リサイタル、ハーフリサイタルっていう形だったんですよね。石川県能登市だったかな、能登の方で。リサイタルやらせてもらった時は、まあまあいくらか覚えてないんですけど、10万円以上はもらった気がしてて、45分ぐらい弾いて10万円ぐらいもらった記憶あって、時計を買いました。はい、銀のシルバーのくる、本当に社会人がつけるようなもので、新版は赤色、ちょっと綺麗な赤色で、赤とシルバーの入ったものでしたね。2、3万円ぐらいだった気がするんですけど、当時のね、僕の高校生にしては大きい買い物で、で、やっぱりあの時は原宿行ったりとかそういう世代だったので、1000円とかもそうだし、3000円とか5000円とかの時計をね、本当にね、20本以上持ってたんですけど、中でもやっぱり取材だったりコンサートとかもあるから
ちょっとシックでしっかりしたものを買おうっていうので、その日本製の3万円かなぐらい、そのぐらいの買った記憶がありました。で、あとはまあ自分の食費にしたり、そういうものに回した記憶がありますでしたね。はい、ということで次のお便りです。ラジオネームユーグリスさん。この番組に出演するゲストの皆さんは口を揃えて、反田さんはアンプをする能力がすごいと言っているのが毎回印象に残ってます。反田さんは人の名前、ショッピングモールの広い駐車場で自分の車を止めた位置、トランプの神経衰弱など、ピアノ以外の記憶も他人より優れているのか教えてください。アンプする能力が本当に、まあ自分で言うのも先生ですけど、早い方だと思います。ただ興味がないものは本当に覚えないですよね。というかもう覚える気も出ないものはもう覚えもしないですね。いやだからね、いやだから音符以外逆に言ったらもう覚えられないで、スケジュールとか全く覚えられないんですよ僕は。何月何日にこれが入っていますって言われても、そうだっけ、初めて聞いたんだけどって言ってマネージャーにちょっとちゃちゃ入れちゃう時もあるかもしれないんで、まあすいませんマネージャーさんって感じですけど、あとはこう何月何日あそこ行ったよねっていう話になっても、いやそれは7月みたいな、でもまあ5月だったみたいなとか、そういうのはよくありますね。だから正直このショッピングモールの広い駐車場でっていうのは覚えられないんで、写真撮ったりします携帯で。あとツアーが続いたりするとホテル移動が多くなるわけなんですけども、ホテルの部屋の番号が分かんなくなるから、あの写真は撮るように心がけてます。で例えばそのカードキーでその部屋番号が書いてなかったりするホテルもあるわけじゃないですか。で前日に泊まった部屋に行っちゃうっていうこともあるわけですよ。201に泊まってて昨日は、で今日は405とかだったら201の方に行きそうになるっていうこともあるし、海外のホテルとかだと横にだだっ広い形が多いので、奥まで行き過ぎてしまうとかっていうのはよくあったりするんで、まあ、ピアノ、音楽音符以外は本当にダメだと思います自分は、という感じなので、逆に突出してるかもしれないですね、そこだけ。はい、続いて、ラジオネームオリーブさん、東京都小金井市からのお便りです。こんばんは。毎回反田さんの人となりが深まって面白く聞いております。私が20年来ハマり続けているのはバレエです。40代から始めたのですが、やればやるほど奥深くやめられずにいます。もちろんチャイコフスキーは大好きですし、美しいピアノやオーケストラ演奏を聞くと踊りたくなってしまいます。音楽だけではもったいない気になり、もしダンサーがいたらどんな動きをするのかな、見たいなと思います。反田さんはバレエについてどんな考えをお持ちですか、ということですけど、あれですね、ボールの球技じゃなくて踊る方のバレエということですけども、まあね、僕は当初最初にロシアの方に留学してたので、ボリショイ劇場だったりボリショイ、バレエ団だったり、本当に300円ぐらいで、学生チケットで100円の時もあったかもしれない、レートが下がって、見に行ったりしてたこともあって、非常に僕もバレエは大好きです。でやっぱり王道ですけど、そのロシアで一回本場で白鳥の湖見てみたいっていうのはあったんで見に行ったこともありましたし、やっぱコールドって言われる存在がバレエにはあって、主役の方じゃなくてステージに、まあ、やっぱ20名ほど踊ったりするわけで、そこの主役を映えさせるために周りでこう立ってただ待ってる、ポーズをとって待っている、動かないで待ってる、これをコールドって言ってらしいんですけど、コールドにもやっぱ注目したりするし、本当に動かない人は動かないで綺麗ですし、でそれやっぱりそれがいるからこそ、こうサッて動いた時のこう何ですかね、ギャップというか温度差が、バレエを主役を引き立てるっていうのもあるから、まあ、いずれね、もう本当に僕はバレエを振ってみたいなっていうのも強くありますということで、引き続きあなたからの普通歌お待ち、しております。メッセージを送る方法は2通りです。メールは solita@mbs1179.com、sorita@mbs1179.com まで送ってください。番組公式インスタグラムの DM でも受け付けております。メッセージの中にコーナー名、番組で紹介する際のお名前も書いていただけると助かります。
Growing Sonority。 ここからはクラシックメモリーズのお時間です。嬉しかった時、落ち込んでいた時、誰かといた時、あなたの人生の印象的な場面で、流れていたクラシックは何ですか。思い出の楽曲とその曲にまつわるエピソードをご紹介させていただきます。お便りが来ているのでご紹介しましょう。ペンネームしょうこさん。私のクラシックメモリーズは、学生時代の掃除の時間に流れていたトルコ行進曲です。あの曲が流れると今でも学校の椅子や机を移動させる音、先生のはい掃除してくださいという声、男子が雑巾でふざけ出す声、女子が男子ちゃんとやってと注意する声などが鮮明に思い浮かびます。なるほど、トルコ行進曲ね。掃除の時間にトルコ行進曲ってなんかすごいシュールですね。なんかチャーリーとチョコレート工場みたいな世界観ですよね。テレテレルンってテレテレルンって雑巾掛けでふざけ出すっていうのはその本当に僕でしたね。やっぱり半ズボンとか履いてたらちょっと水を雑巾に多く含ませて軽く絞って、雑巾掛けして結構な勢いでもう雑巾掛けしてさーってこう体をカーリング場を見たくして、教室の中をスケート場を見たくして滑ってたんですけど、わかりますかね、これわかんないですか。さーってスーって言ってこうなんていうか雑巾をかけたポーズのままスフィンクスみたいな形のままこうスーって滑っていくみたいな、あれがもう僕が結構好きで、まあ水をたくさん含んでるんで足の膝はまあ大丈夫なんですけど、結構たまにね途中で水分が切れると膝が擦り切れて火傷見たくなるみたいなねのがあったりしたけど、まああとこうね、なんていうか、いや掃除がけ、掃除は僕大好きだったんで、学校の掃除の時間好きだったんで、まあほうきに乗ってハリーポッターごっこみたいなのやったり、いろんなことはしてましたけどね。あれのあの時間帯にトルコ行進曲流れるってかなりシュールだと思いますが、何ですかね、これトルコ行進曲はおそらくこのモーツァルトのピアノソナタのトルコ行進曲だと思うんですけども、ケヘル331、三楽章がね通称トルコ行進曲とも言われております。まあ、1783年に作曲されたという説が有力で、当時ウィーンではねトルコの軍隊の音楽が流行しており、モーツァルトに限らず、いろんな作曲家がトルコ行進曲を残しているというここにメモがあります。そして豆知識、楽譜には第三楽章の冒頭に、アラトルカとトルコ風と、書かれているだけで、トルコ行進曲では実は書かれていないそうです。そうなんですね。それではそんな翔子さんの思い出の曲、モーツァルトのトルコ行進曲、ぜひ、聞きましょう。僕も大好きで、よく聴いているマレイ・ペライアの、演奏でお送りいたします。モーツァルト作曲、ピアノソナタ一長調ケヘル331。グローイングソノリティ反田恭平、グローイングソノリティ、グローイングソノリティ。大阪工業大学での学びと好奇心を追い求める日々が私の未来を変えていく。限界を超える成長がある。オーバーザリミット。大阪工業大学。世の中が水素で動く時代、枯渇することのないクリーンエネルギーの時代、2030年水素は世界のエネルギーへ。岩谷産業は全ての力を合わせてその夢を実現していきます。水素で世界を動かせ、岩谷。住まいは人が暮らしていく上で最も大切なもの。創業者松下幸之助の思いから私たちの挑戦は始まった。健康な暮らしのため心地よい空気を作る取り組みは60年前から続いている。おかげさまで創業60周年、パナソニックホームズ。 Growing Sonority Sonority 反田恭平、 Growing Sonority Growing Sonority。
最後に、今日はふつおた祭りということですので、最後に1枚。ラジオネーム毛皮のメリーさん、反田さんこんばんは。毎週月曜の夜は娘の習い事の送り迎えで車内で番組を聞いています。長距離のドライブでは眠くならないように音の数が多い賑やかな音楽を聴、いているのですが、娘を待つ車内で聴くクラシックは時間がゆっくり流れて心地いいものですね。ここ最近反田さんは運転中にどんな音楽を聴いていますか？最新のプレイリストを教えてくださいということで、最近はもちろんクラシックもちろん聴いたりするんですけど、もちろんラジオも僕聴きます。こうパッてついたものをつけたりしますし、J-POP というか、まあ、そのポップスの音楽だと最近 NBS アナウンサーの西村あさこです。私の名前は西村あさこなんですけれども、このあさこというのは両親によりますと、まあ、植物のあさってすくすくとまっすぐ早く大きくなるそうなんですね。なんかそんなことプラス朝に生まれたからなんてことを合わせて名前をつけたと言っていましたけれども、今日は名前の話をいろいろ聞いていきます。大阪弁護士会家事法制委員会人権擁護委員会裁判手続き IT 化検討部会等所属、桜井美由紀弁護士です。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。今日は名前のお話をいろいろ聞かせてもらえるということなんですけれども、桜井弁さん、桜は難しい方の桜って言ったらいいんでしょうかね。そうですね、はい、木偏に貝二つに女と書いて桜に井戸の井桜井、そして美しいに幸と書いてみゆきさんと言いますけれども、桜井弁さんの名前の由来は何なんですか？はい、いや特に変わったことは全くなくてですね、親がやはり女の子ですので、はい、上に兄が2人いるんですが、まあ、待望の3人目の女の子だったらしくて、美しく幸せになってほしいというなんか願いを込めてつけてくれました。人によって名前の由来っていろいろあるので聞いていくと面白いですよね。でもその名前にルールあるいは法律ってあるんですか？規則とか。今はですね、特にないんですね、まあ、全くないわけではなくて、その子どもさんの名前に使える文字っていうのは、戸籍法という法律で一応決まってまして、はい、で難しいんですけど、常用平易な文字を用いるっていうことだけ、まあ書かれてるんですね。で具体的には常用漢字、あと人名用漢字、はい、でカタカナとかひらがなとか、あとまあ伸ばし棒とかですね、うん、そういったものは使えるということになっています。あ、伸ばし棒も使えるんですか？そうですね、はい、ひらがなもカタカナも使えるってことですよね。はい、今はそういう、まあ、法律があるということですね。そうですね。これが近い将来ちょっと変わってくるんですか？使える漢字とかそういう文字に関して今すぐ変わるということではないんですけれども、戸籍に届け出をするときにですね、今その漢字とかでその表記っていうんですが、書かれた文字でそこについては今ルールがあって、それをどう読むのかっていう振り仮名ですね、振り仮名は戸籍には何も書かれてないんですね。ですのでその漢字何が書かれてて、どう読むのかっていうのはそこからわからないんですね。で出生届出しますよね、子供さん生まれた時に。でそこには振り仮名っていう欄があって、で読み方一応書くんですね。ですのでその役所の方はどういうお名前として、はい、まあ、届け出があったのかっていうことは分かるんですけど、その出生届けで分かるけれども、戸籍上は何も書かれてない。なのでその漢字だけを見てもどういう読み方をするのかっていうことは分からない。そこのその読み方ですね、読み方についてはフリーなわけですけれども、今度それを戸籍に載せましょうということが法律で決まろうとしてるんですね、今の国会で審議中なんですが、多分まあ近々成立するのではないかと思いますので、それがまあ通りますと、ふりがなも戸籍に載せると。で振り仮名ってことは要するに読み方をそこで決めるっていうことになりますので、その今まあ自由に読み方いろいろしてますけれども、その読み方そのまま自由でフリーでいいのかっていう、そういう議論があって、でまあ一定のルールを決めましょうと
いうことにはなりそうになってます。そうなんですか、はい、そもそもそういった話が出てきたというのはこの漢字でそうは読めないよねっていうことがやっぱり多くあったからなんですか。それも一つあるって言われてますし、あとはマイナンバーとか、うんうんうん、パスポートとかもまあ名前書かれますけれども、あとでその検索をしようと思っても、はい、どう読むかわからないと検索できないんですよね。でなんかその災害があってその方が今その場所にいらっしゃるのかどうかっていうようなことも調べようと思ってもわかんないので、うん、読み方をその戸籍に載せることで多分まあマイナンバーといずれ提携するのかもしれないんですけれども、うん、そこでまあ検索しやすくする、うんうんうん、それを行政のサービスに役立てようっていうそういうきっかけもあるように聞いてます。ああそうなんですか、はい、じゃあその法律ができて、まあ、施行されていくとどんな影響が出てくる、あるいは変わるだろうって思ってらっしゃいます。そうですね、その一応のまあルールができそうだって申し上げましたけども、はい、うん、今までどんな形でもいいっていうこと、読み方も良いっていう話でしたけれども、全く読めない読み方とかもありますよね、うん、でそれをまあ抽象的に一般的に、まあ、一般に認められているものっていうルールを作りましょうっていうことになりますので、うん、その漢字と全く逆の読み方になるとかですね、うん、高いっていうのを低いって読むんだよっていうのはそれはなしにしようとか、そうですね、はい、とか太郎って書いてあるのが、うんうん、次郎って読むとかですね確かにそれはちょっと誤解を招きそうです、そうですね、もうどっちが正解なのかって思っちゃう、ね、はい、間違えてるのかどうかわからない、そういう紛らわしい読み方はダメっていうのがもう一つですね、はい、3つ目なんですけれども、はい、3つ目は漢字の意味とか読み方からはおよそ連想できない、うんうん、そういう読み方もダメでしょうと。例えば太郎って書いてそれをジョージとかマイケルって読むとかですね全く連想できない読み方もダメでしょうというふうに言われています。じゃあまあちょっとまだ見えないところもあるなという感じですかね。でもしまあこれ法律が通りますと、うん、1年3ヶ月以内ですかね、はい、法律が施行されるんですね、うんうん、で施行されて1年以内に、うん、私のこの名前の読み方はこうですっていうのを届け出をしてくださいということになってるんですね、うん、はい、でですので、まあ、そこで自分の今までの読み方は届け出をしますよね、はい、でそうすると先ほど申し上げたような3つのこれはダメでしょうっていうのでなければ、うん、はい、あとまあその普通にまあ漢字として読める読み方であれば、はい、それはそのまま受け入れられるんですね、はい、なんですけどそこでまあ届け出をしないと、うん、役所の方がまあ出生届のその振り仮名とかを参考に、うん、あなたの名前の読み方これでいいですねっていうまあ通知が来るんですね、うんうんうん、でそれも何もしないとその名前で一旦書かれちゃうんですよ。確定しちゃうね。そうですね、はい、であれなんか違う名前の読み方になってるって気がつけば一回に限っては変更ができるんですけども、ええ、その後はそれをまた変えてもらおうと思ったら家庭裁判所に許可をもらわないといけないっていうことになりますので、はい、まあ、ご自分のその大事な名前の読み方がきちんとその戸籍の方に書かれるように、うん、やっぱりその法律がいつ通って、うん、いつまでに届け出をしないといけなくなるのかとかですね、はい、どういった名前がちゃんと書かれてるのかどうかとか、うんうんうん、その辺はやっぱりご自身の大事なお名前なので確認をしていただかないといけないんだろうなと思います。じゃあでも近い将来その手続きをしなきゃいけない、はい、あるいは確認しなきゃいけないというのを覚えておいた方がいいですね。そうですね。名前でいろいろトラブルとか裁判って今までもありました？だいぶ前ですけどね、多分もう10年以上前ですけど、皆さんも悪魔ちゃん事件っていうのはご存知じゃないかと思うんですね。はい、聞いたことがあります、はい、やっぱり親御さんが思いを込めてお名前つけますので、うん、まあ、本来は自由なんですよね。お名前この子供に悪魔っていう名前はどうなんだっていう、で実際にそれを届け出をした役所の方が、はい、一旦それを受け付けたんですね。受け付けたんですねそうですそうです。じゃあもうそのまま名前がつきそうっ
思うんですけど、で、ね、であのところがやっぱり白馬っていう名前は、うん、将来的にもその子供さん自身がいじめられたり、うん、就職でなんか苦労したりね、あのいろんなことがあってやっぱり良くないんじゃないかっていう、うん、そういう議論があって、役所の方がその名前を、まあ、あのお父さんいいって言ってないのに抹消しちゃったんですね。で、はい、子供さんの名前が一旦その登録されない状態になってしまって、お父さんがそれはひどいじゃないかっていうので、まあ、裁判を起こしたっていう、それがまあ悪魔ちゃん事件なんですけども、はい、そもそもお父さんこの悪魔ちゃんってつけようと思ったなんか理由はあったんですかね。あのなかなかない名前 でそういう名前をつけることによって、その子供さんが世間のプレッシャーとか、うんうん、なんかいじめられたりとかっていうことにも打ち勝つよう なんか強さを持ってほしい、うん、なんかそういう、あの思いを込められたと書いてありましたけれども、でもなかなかね、はい、悪魔っていう名前に打ち勝つっていうのはなかなかやっぱり難しいですよね。でもその先どうなったんですか、その裁判は。であの結局、はい、あの受理するかどうかっていうところで言えば、多分悪魔っていう名前は良くない、うんうん、ので受理はされるべきでなかった、はい、でそういう意味ではその親御さんの命名権っていうのが、まあ、権利乱用っていうんですけど、あので本来は認められるべきじゃなかったっていう、まあ、判断はしたんですけども、親の命名権の乱用、そうですね、はい、あの全部何でもできるわけではないっていう意味では制約はありますと、うんうん、はい、でところが一旦今回のその件の場合は受理してるので、うん、それを勝手に抹消するっていうのはやっぱりダメでしょうということで、はい、お父さんの方のまあ言い分が通ったんですね。なんですけど、あの役所の方もまたそれは不満だっていうので、はい、あの裁判が続いていったんですけれども、はい、続いてる間は子どもさんの戸籍上の名前が決まらないっていうことになりますので、それは一番子供に影響が出ますね。でそれはやっぱりもう子供にとって一番良くないっていうことで、お父さんの方がそれを取り下げをして、はい、であの結局、悪魔という名前ではない名前を届け出をもう一回して、うん、あの名前が決まった、それによってまあ決着したっていうふうに聞いてます。今後のちょっと日本の名前がちょっと変わっていく、うん、あるいは変化するかもしれないなと思って、ちょっと興味深いなと思いました。はい、ありがとうございます。今週はいろいろ名前について桜井弁さんにお話を伺いました。来週はですね、桜井弁さんのこともたくさん伺いたいですし、いろいろ関わってこられた裁判のことについても聞いていきたいと思います。今週はありがとうございました。ありがとうございました。ここで大阪弁護士会からのお知らせです。8月1日火曜日に中学生を対象とした体験イベント第20回中学生ジュニアロースクールを開催します。弁護士の仕事を体験することができる本イベントでは、実際の刑事裁判の見学やとある飲食店の顧問弁護士となってトラブル解決を目指す模擬交渉などが体験できます。参加のお申し込みは6月23日金曜日まで、大阪弁護士会のホームページにて受付します。大阪府内在住か大阪府内の中学校に通う中学生の方であれば、どなたでもお申し込みいただけますので、ぜひご参加ください。以上、大阪弁護士会からのお知らせでした。踏ん張った拍子に膝が痛い。あなたのその膝の痛み、年齢膝が来たのかも。そこでこれ、コンドロイザーアルファです。辛い膝の関節痛にきちんと効いて痛みを楽にしてくれる。膝は痛み始めが飲み始め、キューピーコーはコンドロイザーアルファ第2類医薬品です。それでは問題です。ラジコが聞けるのはラジスマ、 FM 放送が聞けるのはラジスマ、ラジコと FM が切り替えられるのはラジスマ、電話をかけられるのはラジスマ、災害時に役立つのはラジスマ、移動中でもラジオを聞けるのはラジスマ、建物の中でも聞こえやすいのはラジスマ。ラジオとスマホが合体、ラジスマ。民放ラジオのおすすめです。西日本各地の新ブランドを続々紹介、西の風ブランドラジオは日曜夜9時開店。大阪市北区茶屋町マルゼン&純駆動書店梅田店の1階にある MBS ラジオの棚、大きな緑の本が目印、番組表も置いてますよ。村瀬明文とクリック不動産の時間。皆さんこんばんは。
なにわの地理博士こと予備高校士の村瀬です。そしてこんばんは、 MBS アナウンサーの松本舞子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この番組なんですが、テーマは関西の魅力を再発見ということで、地域コミュニティにスポットを当てながら、おすすめのグルメ、スポット、人物などを紹介、さらには最新の不動産情報もお届けしていきますよ。今週も地域密着のクリックさんからとびっきりの地元情報が飛び出しますよ。はい、役立つ情報盛りだくさん、最後までお楽しみください。村瀬明文とクリック不動産の時間。この番組は AM1179FM906 の MBS ラジオがお送りしています。村瀬さん、ところでクリックって何ですか？クリックとは1969年に設立された関西の不動産会社で構成するメンバーシップグループ、関西不動産情報センターのことですよ。ということは、関西で不動産のことを知りたければ街のクリックさんにお願いすればいいんですね。そうなんです。不動産のことなら KRIC クリックを今すぐクリッククリック。それではこちらのコーナーです。わが町パラダイス。さあ、このコーナーはあなたの街のクリックさんがわが町の魅力を大いに語ってくれます、はい、ということで今週のクリックさんはこの方です。こんばんは、池田市からやってきまいりました、トラストハウジング株式会社の橋本です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、橋本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。橋本雅也さん、現在54歳で、業界歴32年、阪急電車石橋阪大前駅から歩いて3分のところに会社を構える、2002年設立のトラストハウジング株式会社の代表です。はい、橋本さんはこのトラストハウジングの創業者ということなんですけども、そもそも不動産業界に入るきっかけって何かあったんですか？不動産業界に入る前は、自動車関係の会社の販売店で仕事をしておりました。ディーラーさんですか？はい、そうです。これもあれですか、20代の頃とか？はい、その当時ですね、お客さんがですね、不動産関係の方が非常に多くいらっしゃいましてですね、はい、不動産のお話を聞く機会が頻繁にございましたもんですから、車よりもですね、不動産の世界に興味を持ったのがきっかけでございます。こう、橋本さんが会社の販売をやってた頃ってバブルの頃、はい、大変景気が良くて、先月にですね、すごい高価なお車買われた方が、次の月にですね、もう一台買われるとかということが良かったもんですから、いやでもそんな高級会社をね、ボン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 売買してる橋本さんから見ても、不動産おもろいでっていうような、そういうことをこう感じるぐらい、こう不動産業ってなんか魅力ありました？はい、そうですね、土地のお話プラス、その土地の上に建てる建築のですね、お話もよくお聞きしまして、こちらにワンルームを建てたら賃料いくらで貸せるんかなとかですね、そういった建物についても非常に興味を持ちました。へ、まあ車をですね、買うにはですね、不動産を頑張ってですね、儲けたらですね、私も高級車買えるかなという、夢がありましたので、転職いたしました。ちなみに今橋本さんが乗られてるお車ってどんなお車なんですか？はい、プリウスでございます。またえらいエコな、はい、でもそのプリウスの前までには高級会社っていうのに一度は乗られたことあるんですか？20代の時はございましたけども、それからはもう乗る機会が減りましたんで。あ、なるほど。一般的なですね、車を乗っております。いやでもプリウスもいい車ですからね、はい、いや、そしてね、こう、不動産の専門的な知識っていうのがやっぱりこう必要やないですか。それって開業するにあたってどこで学ばれたりしたんですか？はい、宅地建物取引士のですね、資格取得についてはですね、学校で学ばせてもらいましたけども、やはり商売につきましては、実務ですので、現場で苦労しながら学ばせていただきました。そっか、やっぱりこう現場で実際にこう働いて本当にお客さんと接しないと学べないことってやっぱり不動産業多そうですもんね、はい、いや、ただね、橋本さんのプロフィール見せていただくと、めちゃめちゃ資格をお持ちなんですよ、はい、ちょっと紹介しますね。不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、相続診断士、既存住宅アドバイザー、防火管理者などなど、大人になってからですね、やはり学ばないといけないなということを思いまして、チャレンジしております。今後も取りたいなと思ってるものがあるんですか？
いくつかあるんですけども、はい、ちょっと休憩してと思ってます。いや、でもね、この、はい、不動産コンサルティングマスターってどんな資格なんですか？はい、法律はもちろんですね、うん、経済や金融、建築や税制など、うん、不動産関連業務に関わる幅広い知識と、うん、実務経験を備えた不動産のプロとして、はい、個人法人を問わず多種多様なニーズに的確に応えることができる専門家で、うん、不動産の売買賃貸借に関する相談や不動産投資や有効活用相続にまつわる相談などに幅広く対応し、はい、依頼者が最善の選択を取れるように、うん、企画調整提案する業務を行っています。今のお話聞いてたら、うん、この不動産コンサルティングマスターっていうのを持ってる方やったらもう本当にオールラウンドに不動産のこと全般で精通されててそれに対応してくださるっていうようなそんなイメージなんですか？はい、そうですね。でもなんかやっぱりね、こう資格試験をなんかまたどん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 こう自分のために取っていくっていうのってなんかこう仕事しながら大変やと思うんですけど、なんか前向きにいろんなね、こう新たな目標ができていいですよね、はい、いやでもそんな橋本さんがねクリック会員になった経緯っていうのはお聞きしていいですか？昨年12月に、はい、あなたの街のクリックさんとして、うん、この番組にも登場された、はい、池田市の田村商会の代表、はいはい、田村さんの紹介で入会いたしました。いやで実際に会員になってみてのなんかクリックの魅力っていうのはどんなとこにあります？大手不動産会社から地域の不動産会社まで信頼できる不動産会社が在籍されている団体で、はい、情報交換や研修会、うん、親睦活動を通じて懇親を図り、うん、安心した仕事ができるつながりが構築されるっており、うん、スキルがとても高いところです。そっか、経験豊富な会社っていうのが集まってるグループやからやっぱりこう入られることによって橋本さんも得るものっていうのはすごい多かったですか？はい、勉強させていただいております。さあそれではここからはこちらのコーナーに参りましょう、はい、題してわが町パラダイス PR タイム。はい、お願いします。ここからの時間は橋本さんに我が町の魅力を教えてもらいます、はい、今回紹介してくださるのはどちらの町でしょうか？はい、阪急石橋阪大前駅でございます。はい、はい、では30秒プレゼンタイムに参りましょう。お願いします。お願いします。阪急石橋阪大前駅周辺には昔ながらの石橋商店街があり、はい、宝塚沿線では重曹に次いで店舗数が多く、うん、およそ300のお店が立ち並んでいます。毎月18日にはお箱市が開催され、対象店舗では格安価格にて商品をご提供していただいております。昔はね石橋石橋って言ってましたけど2019年かなんかに駅名が変更したんですよね。はい、そうです。名前の通り、はい、大阪大学阪大があるんですよ近くに。でまあ私事ですけど自分が高校3年生、はい、現役生の時にセンター試験の会場が僕は阪大やったんですよ。あら、へえ。もう打ちのめされて阪大から坂下って石橋まで歩いたっていうねほろ苦い思い出しかないんですけどいやでもね商店街がすごい賑わってるって印象だけまでもあって、うん、はい、はい、そうですね。まあ、大阪大学があるおかげもあるかもしれませんけども、はい、もう若い方がいっぱいいらっしゃるのですごい街に活気がございます。ねえ、ただね、はい、そんな石橋商店街の中でも橋本さんおすすめの店っていうのをちょっとねお聞きしていいですか？焼きたてパンのお店太郎パンさんです。昭和4年創業、石橋商店街で94年の歴史を誇る老舗のパン屋さんです、うん、はい、現在3代目の社長堤陽一さんは、うん、大阪大学の学生さんと石橋商店街でのお手伝いや、はい、学生初の企画をコラボされている団体を引率され、うん、各イベントやお祭り石橋界隈の活性化にもご尽力されておられます、うん、昭和4年って言ったら、はい、俗に言う第二次世界大戦の前ですから、うん、まだまだ日本にそんなね、うん、パン食なんていうのが普及してる頃ではないのにもその頃からされていて、はい、今でも人気のパン屋さんとして、はい、そうです。石橋の商店街の中でももう有名な看板の店舗の一つなんですよね、はいはい、知らない方はいらっしゃらないと思いますまた名前もね太郎パンってなんかいいですよね。私が好きなのはウインナーロールです、うん、あ、お店のおすすめはシナモンアップルです、うん、ということで今回用意してくださいました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。村さんぜひお召し上がりください、はい、じゃあまずせっかくなんで橋本さんがおすすめのウインナーロールからいかがでしょう。
これは美味しいですよ。で、ウインナーの皮がパリッパリ、はい、だから食べるごとにパリッパリッっていう食感がちゃんとありますよ。松本さんぜひぜひ。じゃあ私このシナモンアップルをいただきます。うん、おいしい。あ、シナモンの香りがとってもいいです。上品な感じします。食べやすくて、うん、リンゴがものすごく美味しいです。うわ、クリームこぼれ落ちてますよ。すごいな。たっぷりいただきます。これしっかりリンゴ焼いてはんのに、リンゴのサクサク感がしっかり残ってますよね。食感いいですよね。美味しい。大人なパンやなこれ。昭和4年から今まで続けてこられてるっていうのが、まあ、いかに地元に愛されてるかってことでしょうね。そうですね。これ商店街のパン屋さんやないですか、はい、お値段の方はどうなんですか。お値段はリーズナブルで、うん、石橋区画です。なるほど、はい、改めましてこちら橋本さんおすすめの太郎パン、はい、営業時間は午前8時半から、うん、お休みは日曜日となっています、はい、ぜひ石橋にお立ち寄りの際は太郎パン、はい、見てみてください、ね、さあそれではこのコーナーもそろそろ終わりが近づいてきました。最後に改めまして橋本さんが不動産やっていてよかったなと思うこと教えてください。お願いします、はい、弊社は創業20年余りと業界では歴史は長くないですが、過去にお仕事をさせていただいたお客様がリピーターとして事務所に訪ねてこられたり、うん、その方の友人やご家族を紹介していただきましたら、うん、とっても嬉しいですね、うん、学生時代の友人や建築やリフォームの仕事を信頼して依頼できたり、うん、不動産にまつわる悩みを尋ねられて私の回答により安心してもらえたりした場合など、お役に立ててよかったと思える時です。僕らからするとね、やっぱりもう20年ぐらいやってはるって言ったらすごいな思うんですけど、クリックさんの中ではもっと長い会社もいっぱいありますもんね。はい、ただもう老舗の方がたくさんいらっしゃいます、うん、いやでもこれから橋本さんがどんどんこう歴史を作っていって、うん、また20年後35年後にはこう新たに入ってきたクリックの会員さんが橋本さんの会社を憧れるみたいな、そんな会社になっていくんじゃないですか。はい、ね、地道に頑張ってまいります。ありがとうございます、はい、ということで今週のクリックさんは池田市にありますトラストハウジング株式会社の代表、はい、橋本正也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。以上わが町パラダイスでした。村瀬明文とクリック不動産の時間。この番組は AM1179FM906 の MBS ラジオがお送りしています。エンディングです。いかがでしたか。はい、橋本さん、はい、お話ししてて本当誠実なお人柄っていうのが感じられて、本当に自分の大事な不動産をお任せするときってこういう方にお願いしてみたいなっていうような、そんな風な思いにさせられる、そんな人でした ね、 そうですね。さあラジオの前の皆さんもぜひ番組に参加してください。さまざまなご意見お待ちしております。お願いします。番組ホームページのお問い合わせまでお願いします。また番組ではツイッターも展開中です。番組の感想もハッシュタグ不動産の時間でどんどんつぶやいてください、はい、ということでここまでのお相手は村瀬明文と MBS アナウンサーの松本舞子でした。それではまた次回お耳にかかりましょう。せーの、クリッククリック。この番組は関西不動産情報センタークリックの提供でお送りしました。ナオトの月一ナオト、6月12日月曜日の深夜2時半からは僕バイオリニストの直人が生放送でお届けします。今回はあなたの街のおすすめグルメというテーマでメールを募集中。直人アットマーク MBS1179.com まで。デパペピミラ君も登場、お楽しみに。プレミアムユニークワコーレ、人、街、未来とつながり、誰もが心地よく暮らせる社会を作りたい。ワコーレマンションシリーズ、和田光さん。ポチッとポチッとポチッと M ラジポチー。野球中継が延長となりましたので、この時間は予定していた番組を繰り下げて放送しています。引き続き MBS ラジオをお楽しみください。さあということで先週に引き続き2週連続で大村アナウンサーということになりました、はい、
先週は万博マイスターの二上さんにお越しいただいて、順天湾国際庭園博、駿チョン満国際庭園博、これについてねたっぷりとご紹介いただきました、はい。まあ、まさにこう SDGs につながるような10年ぶりのこの韓国での庭園博ということで、はい、こう住み続けられる街づくりをというねこんな SDGs につながるような話たっぷりしていただきました、はい。今週は大村アナウンサーとクイズ企画についにですか。そうなんです、ついにです、ついにです、はい、やった。まあ、大村アナウンサーがクイズはねもう大得意と。いやちょっと待ってください、大得意までは言ってないですよ。なんて言ってましたっけ。傾向はちょっと掴んできたかもしれないっていう。あ、まだやったことはないんですけど、はい、この万博宣言を聞いている限り、はい、この三択クイズがあるんですよ ね、 ありますね。その三択クイズがちょっと傾向あるんじゃないかっていうのを聞きながら思ってたんで、まあ、クイズの出し方とかでこう消せる、そうです、選択肢で、はい、あ、ちょっと傾向をつかんだのかもしれないので、うん、ちょっと自信ありますという感じですね。大得意までは言ってないです。これで負けた時ちょっと大変ですからね。ああ、急に保険かけ始めました、ね。いや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 、まあまあ、でも今日、だから3択があるかもまだ分かんないじゃないですか。はい、そうですね。はい、うん。ちょっと3択じゃなかったらまだ傾向とかないんで。はい、なるほど。3択だったら絶対取れると。絶対とは言ってないですよ。絶対とは言ってないですよ。あ、3択あるみたいです。あ、はい、楽しみ。ぜひともね、答えてもらおうと思いますが、はい、今日は6月5日、落語の日ということで、まあ、世界に広めていきたい落語について、ちょっとクイズでね、お届けしていきたいというふうに思っております。はい、さあ、お便りいただいているのでご紹介していこうと思います。はい、大阪市淀川区のラジオネーム、一つ二つ三つさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。光弘団長、大村団員、こんばんは。こんばんは。40代の元高校球児、かっこ公式です。うん。近年ラグビーにはまり、あまり野球を見ていなかったのですが、WBC きっかけでまた野球に注目するようになりました。はい。ラジオでも聞いています。あ、ありがとうございます。久しぶりにちゃんと見聞きすると、試合時間長いですよね。あ、お二人は実況もされますが、よくそんな長い時間喋ることができるもんだと感心します。喉のメンテナンスや実況するときのデータの収集方法などコツはありますか、教えてください。万博も力入れてくださいね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱり高校球児の方だったということで、高校野球とプロ野球ってやっぱり試合時間全然違いますもんね。そうですね、まあ、高校野球だと大体まあ1時間半からまあ2時間ぐらいの試合のゲームがね、はい、多いんですけど、プロ野球の方だと、はい、僕この前調べたんですよ、今シーズンの試合、はい、1試合平均時間、お、はい、延長内バージョンの平均時間が、3時間と10分ってその時で当時で調べた当時で出てたんで、はい、まあ、大体それぐらいっていうことなんですよね、まあ、それにプラスして延長の試合も出てくるんですが、延長も、はい、まあ、1時間以上はプロ野球の方がまあ長いと。そうですね、ということですね。どうですか、こう喉のメンテナンスやデータの収集方法。あ、そうですね、まあ、喉のメンテナンスはもうエアコンをできるだけつけないようには、はい、心がけたりっていうところですかね、はい、まあ、やっぱり乾燥するから。まあ、そうですね、データ収集ですか、はい、毎日まあ記録データをつけるのはもちろんなんですけど、はい、今その動画でハイライト各試合見られるじゃないですか、うん、見られますね、それを見て、はい、それで記憶していく、どういう試合展開だったかみたいな流れを6試合見るっていう感じですね、はいはいはい。確かにこうスマートフォンなんかで試合の経過だけをデータ上で確認しても、はいはい、あんまり頭に、ね、入ってこないところありますよね。そうなんですよ。例えば、まあ、レフト前ヒットとかってあるじゃないですか。はい、どういうレフト前ヒットなのかっていう。はいはい、例えば、めちゃくちゃ強い、いいレフト前ヒットだったら、あ、調子がいいんだなとかってわかるじゃないですか。確かに。まあ、うん、ラッキーヒットだったら、どうなんだろうっていう。まあ、こう、ピッチャーの方は抑えてるけど、それがヒットになったらと、ニュアンスがね、はい、全然違いますね。そうですね。確かに実況する前日の試合とかは特に、やっぱり生で見たいし、はい、映像で、ね、確認したいっていうのはありますね。はい、確かにね。はい、私は喉のメンテナンスは週1回ぐらい、あの喉の針の治療を行って。喉に針ですか。はい、あの背中とかにも刺すんですけど、はい、喉のあたりにもこう針をして炎症を抑えたり、へー、ケアをするようにしてます。それするとやっぱり全然違いますか。全然違いますね。まあちょっとこう心の持ちようみたいなところはね、 あ、はい、あるかもしれないので、まあ皆さんにもぜひとは、まあ、なかなか言えないかもしれないんですけど、まあ、結構やっぱり次の日声の出が良かったり、はい、まあ、その日も結構スッと声が出るようになったりするので、
結構好きですね。まあここまでやったしっていうところもあるし、そうそうそう、うん、やっぱりちょっとこう違和感から結構喉がこう引っかかってくることが多くて、はい、昨日エアコンつけすぎたな、ちょっと大丈夫かなと思ったら、なるほど、こうなんか喉が締まる感じがするんですよ、はい、だからまあ最大限なんか準備できることはケアできることはやろうって感じです、ね、ちょっと風邪ひいた時に近いですね。なんかあ病は気からじゃないですけど、はい、うん、でもその感じ、ちょっと風邪ひいたかもって思ったら本当に風邪ひいて熱が出てきたりみたいなことになったりって、はい、それと一緒ですか。だからまあケアっていう部分もあるし、ちょっとこう自分の心というかそのメンタル面を落ち着かせるためにもなんかちょっとやるみたいな感じですかね。はい、実況する時のデータの収集方法はどうですかね。まあ毎日資料をつけて、はい、こうその球団の、はい、まあ主に阪神ですけれども調子の波、はい、それをこう認識したり、どの選手が打ってるっていうのを毎日資料をつけることによって確認するっていうのが多いですかね。はい、はい、まあ、このあたり、まあ、万博も力入れてくださいねということで力入れております。はい、はい、来週はさらにね力を入れてお届けしようと思っておりますので、後ほどね、はい、また詳しくもお伝えしますが、来週もぜひ聞いていただければと思います。はい、じゃあちょっとバッチ選んでもらっていいですか。わかりました。はい、はい、じゃあ行きます。これで、あ、川内アナウンサーが、はい、色紙に食べるって書いて、一昨年か去年かの1年の目標を多分筆でしたためた写真ですね。はい、缶バッジ後ほどお送りしますので、はい、ぜひお待ちください。メールありがとうございました。ありがとうございました。それでは大好評のこの看板コーナーから参りましょう。万博 NOW。 2年後に迫りました大阪・関西万博のニュース現状を私団長の光弘が分かりやすく皆様にご報告するコーナーです。それでは万博ナウ今週のニュースです。膝が痛い。あなたのその膝の痛み、年齢膝が来たのかも。そこでこれ、コンドロイザーアルファです。辛い膝の関節痛にきちんと効いて痛みを楽にしてくれる。膝は痛み始めが飲み始め、キューピー効はコンドロイザーアルファ第2類医薬品です。それでは問題です。ラジコが聞けるのはラジスマ、 FM 放送が聞けるのはラジスマ、ラジコと FM が切り替えられるのはラジスマ、電話をかけられるのはラジスマ、災害時に役立つのはラジスマ、移動中でもラジオを聞けるのはラジスマ、建物の中でも聞こえやすいのはラジスマ。ラジオとスマホが合体、ラジスマ。民放ラジオのおすすめです。西日本各地の新ブランドを続々紹介、西の風ブランドラジオは日曜夜9時開店。
市北区茶屋町丸善&純駆動書店梅田店の1階にある MBS ラジオの棚、大きな緑の本が目印、番組表も置いてますよ。村瀬明文とクリック不動産の時間。皆さんこんばんは、なにわの地理博士こと予備高校士の村瀬です。そしてこんばんは、 MBS アナウンサーの松本舞子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、この番組なんですが、テーマは関西の魅力を再発見ということで、地域コミュニティにスポットを当てながら、おすすめのグルメ、スポット、人物などを紹介、さらには最新の不動産情報もお届けしていきますよ。今週も地域密着のクリックさんからとびっきり、飛び出しますよ。はい、役立つ情報盛りだくさん、最後までお楽しみください。村瀬明文とクリック不動産の時間。この番組は AM1179FM906 の MBS ラジオがお送りしています。村瀬さん、ところでクリックって何ですか？クリックとは1969年に設立された関西の不動産会社で構成するメンバーシップグループ、関西不動産情報センターのことですよ。ということは、関西で不動産のことを知りたければ町のクリックさんにお願いすればいいんですね。そうなんです。不動産のことなら KRIC クリックを今すぐクリック、クリック。それではこちらのコーナーです。わが町パラダイス。さあ、このコーナーはあなたの街のクリックさんが我が街の魅力を大いに語ってくれます、はい、ということで今週のクリックさんはこの方です。こんばんは、池田市からやってまいりましたトラストハウジング株式会社の橋本です。どうぞよろしくお願いいたします。はい、橋本さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。橋本雅也さん、現在54歳で、業界歴32年、阪急電車石橋阪大前駅から歩いて3分のところに会社を構える、2002年設立のトラストハウジング株式会社の代表です。はい、橋本さんはこのトラストハウジングの創業者ということなんですけども、そもそも不動産業界に入るきっかけって何かあったんですか？不動産業界に入る前は、自動車関係の会社の販売店で仕事をしておりました。ディーラーさんですか？はい、そうです。これもあれですか、20代の頃とか？はい、その当時ですね、お客さんがですね、不動産関係の方が非常に多く。
いらっしゃいましてですね、はい、不動産のお話を聞く機会が頻繁にございましたもんですから、うん、車よりもですね、はい、不動産の世界に興味を持ったのがきっかけでございます、うん、こう橋本さんが会社の販売をやってた頃ってバブルの頃、はい、大変景気が良くて、先月にですね、すごい高価なお車買われた方が、はい、次の月にですね、うん、もう一台買われるとかということがよかったもんですから、はい、いやでもそんな高級会社をね、はい、ボン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 売買してる橋本さんから見ても不動産おもろいでっていうようなそういうことをこう感じるぐらいこう不動産業ってなんか魅力ありました。はい、そうですね、うん、土地のお話プラス、うん、その土地の上に建てる建築のですね、うん、お話もよくお聞きしまして、はい、こちらにワンルームを建てたら賃料いくらで貸せるんかなとかですね、うんうん、まあ、そういった建物についても非常に興味を持ちました。へえ、まあ車をですね、うん、買うにはですね、うん、不動産を頑張ってですね、うん、儲けたらですね、うん、私も高級車買えるかなという、うん、まあ、夢がありましたので、うん、転職いたしました。ちなみに今橋本さんが乗られてるお車ってどんなお車なんですか。はい、プリウスでございます。またえらいエコな、はい、でもそのプリウスの前までには高級会社っていうのに一度は乗られたことあるんですか。20代の ございましたけども、うん、それからはもう乗る機会が減りましたんで、なるほど、一般的なですね、うん、車を乗っております、うん、いやいやいや、でもプリウスもいい車ですからね、はい、いや、そしてね、こう、はい、不動産の専門的な知識っていうのがやっぱりこう必要やないですか。そうそれって開業するにあたってどこで学ばれたりしたんですか。はい、宅地建物取引士のですね、うん、資格取得についてはですね、はい、学校で学ばせてもらいましたけども、うん、やはり商売につきましては、うん、実務ですので、うん、現場で苦労しながら学ばせていただきました。そっか、やっぱりこう現場で実際にこう働いて本当にお客さんと接しないと学べないことってやっぱり不動産業多そうですもんね、はい、いや、ただね、橋本さんのプロフィール見せていただくと、めちゃめちゃ資格をお持ちなんですよ、はい、ちょっと紹介しますね。不動産コンサルティングマスター、宅地建物取引士、賃貸不動産経営管理士、相続診断士、既存住宅アドバイザー、防火管理者などなど、うん、大人になってからですね、やはり学ばないといけないなということを思いまして、
チャレンジしております、今後も撮りたいなと思ってるものがあるんですか、うん、いくつかあるんですけども、はい、ちょっと休憩してと思っています。いやでもねこの不動産コンサルティングマスターどんな資格なんですか。はい、法律はもちろんですね、うん、経済や金融建築や税制など、うん、不動産関連業務に関わる幅広い知識と、うん、実務経験を備えた不動産のプロとして、はい、個人法人を問わず多種多様なニーズに的確に応えることができる専門家で、うん、不動産の売買賃貸借に関する相談や不動産投資や有効活用相続にまつわる相談などに幅広く対応し、はい、依頼者が最善の選択を取れるように、うん、企画調整提案する業務を行っています。今のお話聞いてたら、うん、この不動産コンサルティングマスターっていうのを持ってる方やったらもう本当にオールラウンドに不動産のこと全般で精通されててそれに対応してくださるっていうようなそんなイメージなんですか。はい、そうですね。でもなんかやっぱりねこう資格試験をなんかまたどん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 こう自分のために取っていくっていうのってなんかこう仕事しながら大変やと思うんですけどなんか前向きにいろんなねこう新たな目標ができていいですよね、はい、いやでもそんな橋本さんがねクリック会員になった経緯っていうのはお聞きしていいですか。昨年12月に、はい、あなたの街のクリックさんとして、うん、この番組にも登場された、はい、池田市の田村商会の代表、はいはい、田村さんの紹介で入会いたしました。いやで実際に会員になってみてのなんかクリックの魅力っていうのはどんなとこにあります。大手不動産会社から地域の不動産会社まで信頼できる不動産会社が在籍されている団体で、はい、情報交換や研修会、うん、親睦活動を通じて懇親を図り、うん、安心した仕事ができるつながりが構築されるっており、うん、スキルがとても高いところです。そっか、経験豊富な会社っていうのが集まってるグループやからやっぱりこう入られることによって橋本さんも得るものっていうのはすごい多かったですか。はい、勉強させていただいております。さあそれではここからはこちらのコーナーに参りましょう、はい、題してわが町パラダイス PR タイム。はい、お願いします。ここからの時間は橋本さんに我が町の魅力を教えてもらいます、はい、今回紹介してくださるのはどちらの町でしょうか。はい、阪急石橋阪大前駅でございます。はい、はい、では30秒プレゼンタイムに参りましょう。お願いします。お願いします。阪急石橋阪大前駅周辺には昔ながらの石橋商店街があり、はい、宝塚沿線では重曹に次いで店舗数が多く、うん、およそ300のお店が立ち並んでいます。毎月18日にはお箱市が開催され、対象店舗では格安価格にて商品をご提供していただいております。昔はね石橋石橋って言ってましたけど2019年かなんかに駅名が変更したんですよね。はい、そうです。名前の通り、はい、大阪大学阪大があるんですよ近くに。でまあ私事ですけど自分が高校3年生、はい、現役生の時にセンター試験の会場が僕は阪大だったんですよ。あら、へえ。もう打ちのめされて阪大から坂下って石橋まで歩いたっていうねほろ苦い思い出しかないんですけどいやでもね商店街がすごい賑わってるって印象だけまでもあって、うん、はい、はい、そうですね。まあ、大阪大学があるおかげもあるかもしれませんけども、はい、もう若い方がいっぱいいらっしゃるのですごい街に活気がございます。ねえ、ただね、はい、そんな石橋商店街の中でも橋本さんおすすめの店っていうのをちょっとねお聞きしていいですか。焼きたてパンのお店太郎パンさんです。昭和4年創業石橋商店街で94年の歴史を誇る老舗のパン屋さんです、うん、はい、現在3代目の社長堤陽一さんは、うん、大阪大学の学生さんと石橋商店街でのお手伝いや、はい、学生初の企画をコラボされている団体を引率され、うん、各イベントやお祭り石橋界隈の活性化にもご尽力されておられます、うん、昭和4年って言ったら、はい、俗に言う第二次世界大戦の前ですから、うん、まだまだ日本にそんなね、うん、パン食なんていうのが普及してる頃ではないのにもその頃からされていて、はい、今でも人気のパン屋さんとして、はい、そうです。石橋の商店街の中でももう有名な看板の店舗の一つなんですよね、はいはい、知らない方はいらっしゃらないと思いますまた名前もね太郎パンってなんかいいですよね。私が好きなのはウインナーロールです、うん、あ、お店のおすすめはシナモンアップルです、うん、ということで今回用意してくださいました、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます。村さんぜひお召し上がりください、はい、じゃあまずせっかくなんで橋本さんがおすすめのウインナーロールから
かがでしょう。これは美味しいですよ。で、ウインナーの皮がパリッパリ、はい、だから食べるごとにパリッパリッっていう食感がちゃんとありますよ。松本さんぜひぜひ。じゃあ私このシナモンアップルをいただきます。うん、おいしい。あ、シナモンの香りがとってもいいです。上品な感じします。食べやすくて、うん、リンゴがものすごく美味しいです。うわ、クリームこぼれ落ちてますよ。すごいな。たっぷりいただきます。これしっかりリンゴ焼いてはんのに、リンゴのサクサク感がしっかり残ってますよね。食感いいですよね。美味しい。大人なパンやなこれ。昭和4年から今まで続けてこられてるっていうのが、まあ、いかに地元に愛されてるかってことでしょうね。そうですね。これ商店街のパン屋さんやないですか、はい、お値段の方はどうなんですか。お値段はリーズナブルで、うん、石橋区画です。なるほど、はい、改めましてこちら橋本さんおすすめの太郎パン、はい、営業時間は午前8時半から、うん、お休みは日曜日となっています、はい、ぜひ石橋にお立ち寄りの際は太郎パン、はい、見てみてください、ね、さあそれではこのコーナーもそろそろ終わりが近づいてきました。最後に改めまして橋本さんが不動産やっていてよかったなと思うこと教えてください。お願いします、はい、弊社は創業20年余りと業界では歴史は長くないですが、過去にお仕事をさせていただいたお客様がリピーターとして事務所に訪ねてこられたり、うん、その方の友人やご家族を紹介していただきましたら、うん、とっても嬉しいですね、うん、学生時代の友人や建築やリフォームの仕事を信頼して依頼できたり、うん、不動産にまつわる悩みを尋ねられて私の回答により安心してもらえたりした場合など、お役に立ててよかったと思える時です。僕らからするとね、やっぱりもう20年ぐらいやってはるって言ったらすごいな思うんですけど、クリックさんの中ではもっと長い会社もいっぱいありますもんね。はい、ただもう老舗の方がたくさんいらっしゃいます、うん、いやでもこれから橋本さんがどんどんこう歴史を作っていって、うん、また20年後35年後にはこう新たに入ってきたクリックの会員さんが橋本さんの会社を憧れるみたいな、そんな会社になっていくんじゃないですか。はい、ね、地道に頑張ってまいります。ありがとうございます、はい、ということで今週のクリックさんは池田市にありますトラストハウジング株式会社の代表、はい、橋本正也さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。以上わが町パラダイスでした。村瀬明文とクリック不動産の時間。この番組は AM1179FM906 の MBS ラジオがお送りしています。エンディングです。いかがでしたか。はい、橋本さん、はい、お話ししてて本当誠実なお人柄っていうのが感じられて、本当に自分の大事な不動産をお任せするときってこういう方にお願いしてみたいなっていうような、そんな風な思いにさせられる、そんな人でした ね、 そうですね。さあラジオの前の皆さんもぜひ番組に参加してください。さまざまなご意見お待ちしております。お願いします。番組ホームページのお問い合わせまでお願いします。また番組ではツイッターも展開中です。番組の感想もハッシュタグ不動産の時間でどんどんつぶやいてください、はい、ということでここまでのお相手は村瀬明文と MBS アナウンサーの松本舞子でした。それではまた次回お耳にかかりましょう。せーの、クリッククリック。この番組は関西不動産情報センタークリックの提供でお送りしました。ナオトの月一ナオト、6月12日月曜日の深夜2時半からは僕バイオリニストの直人が生放送でお届けします。今回はあなたの街のおすすめグルメというテーマでメールを募集中。直人アットマーク MBS1179.com まで。デパペピミラ君も登場、お楽しみに。プレミアムユニークワコール。人、街、未来とつながり、誰もが心地よく暮らせる社会を作りたい。ワコーレマンションシリーズ、和田光さん。ポチッとポチッとポチッと M ラジポチー。野球中継が延長となりましたので、この時間は予定していた番組を繰り下げて放送しています。引き続き MBS ラジオをお楽しみください。